はい、よろしくお願いします。今日は今お借りしたこちらの500円玉と、僕が個人的に持ってきたこの不思議なストローでちょっと、ね、現象を起こしてみたいなと思ってて、はい、まずは何するかなんですけど、こんな感じでストロー当ててあげておまじないかけるんですよ、うんうん、これでどうなったかっていうと、500円玉を押し込んでいくことによって、うん、だん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 とこれストローが刺さる状態になってるんです、うん、刺さる？縮んでるとか、ちょっと縮んでますよね。ええガチじゃん。そう、これで500円玉の内部を通ってストローが突き出ている状態になったわけですね。すごい。これ結構不思議な状態なんですけど、でも実は日本ってあの紙幣と違って硬貨って傷つけたり穴開けたりすると犯罪になっちゃうんで、うんうんうん、まあ、このままだとねちょっとまずいんで、うんうん、一旦ストローを引き抜いてきて、この500円玉はどうするかっていうと、揉み込んであげるわけですね。ええ揉み揉みしてあげると、えそう、全然わかんない、全てが元通りです。すごい、ありがとうございました。かなえです。今回は皆さん一度はやってみたいと思ったことがあるであろう効果の貫通現象の解説です。有名なマジシャンの方が100円玉にタバコを通している姿を見たことある方も多いのではないでしょうか。この類のマジックにはそれぞれ至近距離で見られても全く問題のない緻密なトリックが隠されています。ただ実は日本には貨幣損傷等取締法という法律があって、効果に意図的に加工を加える行為は本来できません。その点今回ご紹介する手順では最初から最後まで借りた500円玉で行うことができるので安心してくださいね。それなら自分もやってみたいかもと思ってくださった方は、これから行う説明を繰り返しご覧になれるよう忘れないうちに高評価押しておいてください。すると高く評価した動画という YouTube 内の再生リストに保存されて後から見返しやすくなりますからね。それではここから解説に移っていきます。ゆっくりしていってくださいね。まず今回のマジックですが、先ほどお伝えした通りこちらの500円玉には一切の仕掛けはありません。とはいえただ買ってきただけの普通のストローを押し当てただけでは貫通するわけないですよね。となると必然的に仕掛けがあるのはこちらのストローということになってきます。少し工作が必要になりますが、どんなトリックが隠されていたのか一緒に見ていきましょう。使うのは2本のストローと小型の磁石。このストローは似ているようで、実は穴の直径が微妙に異なり、このように一方が中に入るサイズ感になっています。市販されているストローの直径は約6ミリで統一されていますが、実はメーカーによって同じ6ミリでもこのような微妙なズレが生じているんですね。僕はイトーヨーカドーの日用品売り場とセリアのストローを使用していますが、近くにない場合は何種類か購入して合うかどうかを試してみてください。まあストローなんて何本あってもいいですからね。それでは実際に作業を進めながらトリックの内容を確認していきましょう。まずは直径が大きい方のストローの先に磁石をはめ込みます。これも直径6ミリとこのマジックのために作られたような磁石がセリアで販売されていました。あらかじめ接着剤をストローの内側に数滴垂らしたら、切り口と平行になるように綺麗にはめ込んであげてください。少し乾かしたら、今磁石をはめた先端から 4.5 センチのところでストローにハサミを入れます。手が小さい方は4センチ程度と少し短くしていただいても構いません。この時もストローに対してなるべく垂直にハサミを当て、切り口がまっすぐになるように意識します。次に今2つに分けた長い方のパーツにも磁石を埋め込むことで、ここで磁力吸着できるようにするわけです。この際切り口が斜めになっていると、将来的に500円玉を挟んでくっついた時に一直線上に並ばず貫通しているように見えないので気をつける必要があったわけですね。再度接着剤で磁石を取り付けますが、先ほど作成した小さいパーツの磁石と極が引き付け合う向きになっているかの確認を必ず行うようにしてください。問題なく一直線上にくっつくようであれば、最後に縁から光が反射しないよう磁石の見えている部分をマジックで黒塗りしてあげます。これで貫通しているように見せるためのギミックの作成は完了ですね。一見これだけでも使えそうに見えますが、このままでは貫通した際にいきなりストローが伸びるという謎現象が起こってしまいますよね。ここでさらにもう一手間加えることで矛盾のない演技にすることができます。まずは先ほど加工したストローの曲がる部分から上を全て切り落とします。そしてやっとこさのもう一方の細いストローの登場。こちらを上から差し込んだ際に曲がる部分が同じ位置に来てほしいので、入りきらない部分を切断してあげましょう。
スムーズにスライドすることを確認したら、これでやっと全ての工程が終了となります。次にこれを使ってどのように貫通現象を起こすのかを見ていきましょう。このマジックを演じる際は、磁石でくっついている小さいパーツは一度外して、中指の付け根と第一関節で挟んで保持しておきます。マジック用語でいうフィンガーパームを行うわけですね。長い方のパーツはスライド部分を伸ばして、あたかも通常のストローであるかのように扱います。観客の方から500円玉を借りることができたら、親指を上から添えたこのような持ち方で前面を示してください。するとわざわざ上から覗き込まれない限り、隠している小さいパーツが見えることはありません。慣れないうちはコインを自前で用意して、この状態から演技を始めていただいても構いませんからね。このままストローの先端を押し付けて、中指を少し伸ばしてあげると、500円玉越しにギミックが磁力吸着します。角度を変えて見てみると、このような隠れた動作が入っていたわけですね。さらに一つ超重要なポイントを付け加えておくと、手首を内側にひねる動きですね。これを加えることによって、吸着時に相手から見た時ブレるコインを強くカバーすることができます。ここでこのマジックの決定的な弱点についても触れておくと、もう皆さんお気づきかと思いますが、この瞬間はどうしてもカチッと少し気になる音が鳴ってしまいます。これから貫通させますと伝えていなければ種が透けるほどの危険ではないと思っていますが、僕は個人的に注目されたくなかったので、実演ではという口で音を出すことによって緩和させていました。当然磁石でくっつけた短いパーツはまだ見せるわけにはいきません。観客目線ではまだストローをコインに当てただけの状態。ここから指の間を閉じたまま、徐々にギミックをスライドさせて、ストローを短くしていきます。ここで一瞬編集中の課題に切り替わります。見てほしいのがこちらの2つの映像。今上で動いている動画では、コインを固定してストローの方を押し込むことでスライドさせています。対して次に流れる下の映像では、ストローを固定してコインの方を押し込むことでスライドさせています。どちらがより500円玉の中を通っているように見えるか、ぜひコメントであなたの意見を聞かせてください。全く同じ道具を使った簡単な動きでも、意識一つで不思議さが変わるのがマジックの面白いところ。例えばですが、ここでは演者の目線によるミスディレクションも有効な場面となります。演じる側の気持ちからすると、観客が切れ目に気づいているか気が気じゃないというのが本音です。あとは小さいパーツのフラッシュも気になりますね。ただその気持ちをグッと我慢して、常に目線はコインに送る。そうすることで、完璧にカバーはできていなくても、全く悟られることなく演技を進めることができます。最大限ストローを縮めることができたら、ここで指のカバーを外してストローを傾けることによって、初めて短い方のパーツを相手の視界に入れてあげましょう。貫通現象の成立ですね。磁石にもよりますが、かなり強力に吸着しているので、ある程度クリーンに見せることが可能です。500円玉の内部をストローが通っていることをしっかりと観客の方に確認してもらったら、あとは今までの動きの逆再生を行うだけです。小さいパーツを再度カバーし、スライドを元の位置に戻していく。その後ストローをコインから離すわけですが、その前に先端をしっかりと中指の根元に当てておくことが重要になってきます。親指でコインを倒しつつ、こちらのパーツを最初と同じ位置に持ってきてあげるわけです。ここまで来ることができたら、あとは揉み込む動きでコインが復活したことを示してあげましょう。500円玉を調べてもらっている間に、飲み物に刺すなどしてストローを処理。小さい方のパーツもポケットなどに入れてあげて、完全に証拠を隠滅して演技終了ですね。さて、今回のマジックではストローを500円玉に貫通させていたわけですが、ギミックの原理を知った今、貫通させる相手が500円玉じゃなくてもいいことは容易に理解できると思います。磁力吸着が可能な厚さ、パームしたまま扱える、この2つの条件さえ満たせればいいわけなので、ぜひご自身オリジナルの演技を考えてみると面白いですよ。あなたが全力で考えて、いっぱい練習して、一生懸命に演じたマジックは、必ず観客の心を動かしうる演技になっているはずです。僕を信じて、ぜひチャレンジしてみてください。この動画はもうぼちぼち終わりになるわけですが、お時間ある方はこのチャンネルの動画をもう一本見てくださると嬉しいです。今回のマジックは、日用品であるストローを加工して不思議な現象を起こしたわけですが、過去には割り箸やカッターをギミックとして使用する動画も作成しています。トランプ一つで演じられるマジックと比べたら少し手間はかかりますが、より不可能性の高い現象を起こすことができるのがギミックの強みなので、気になる方はどんな現象か実演だけでも覗いてみてください。おすすめの動画のリンクを概要欄とコメントにまとめて貼っておきますね。そして今日の動画が少しでも役に立ったなと思った方は、評価ボタンよろしくお願いします。今後はショート動画を利用することで、少し動画頻度を上げようかなとも考えているので、また僕の動画を見かけた際はコメントでも残していただけるとすごく嬉しいです。今後もこのチャンネルでは、あなたがやってみたいと思うマジックを、僕のできる限りの力で分かりやすく解説していくので、今後発信される有益な情報を見逃さないよう、まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。